さあご覧に聞いてきたなら言ってごらんなさい。私の本当の姿を。いや、それ聞いてないさ。どうしたのですさあ、私の本当の姿を。言ってごらんなさいさあ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト6、幻の大地、やっていくよ。はい、ここ、前回屈辱的なコンテストだったけどもね。まあ、このコンテストはちょっとね、まだ、もうちょっと置いといて、まあ、次なる行けるところをちょっと行ってみたい。そして、まあ、いろいろな武器、防具とかね、もっと幅広く揃えてから、またね、組み合わせとか考えて、ちょっとまた再チャレンジしたいと思います。ということでね、呪文、ルーラーいけんのか、ここから。で、どこ行くかといったら、どこだろうか。どこだ?どこ行けばいいんだろう。ああ、ここはここか。っていうか、行くべきとこ右下かな?あそこかな?ほこら。ここは行ったのか。この下か。え?下も行けるぞ。普通に行けるぞ。あ、普通に行けるっていうか、浅瀬で俺行けないって思い込んでいたから、行ってなかったんだね。うん。浅瀬くぐって行ったら普通に行けるんだね。おい、あんた誰に聞いてこの町に来たんだ。攻略を見たのか。はい、ここはならず者の町、ロガデセオだ。悪いが、あんたらみたいな人はこの町にふさわしくないぜ。出てってくんな。いやいやいや、え、じゃあ祠かな、上の。なんだこれ。なんだこれ。まだここは来れないっちゅうことか。そしたら、まあ左下の大陸も行けるんだが、まあこっちの方が強い武器ありそうだったからこっち選んだけど、まだ行けないっちゅうことなのか。わかった。ん?私は伝説の剣を求めてここまでやってきたのだが、どうやら50年ほど遅かったようだな。あ、そうなの。50年。どっからそんな数字が出てくるんだ。お、メダル。メダルこれでいくつ溜まったんだろう。40溜まってんじゃないか。メダル王の城行って、あこ奇跡の剣もらってきたいな。ザム神官だけが伝説の剣の封印を解く言葉を知っていたということですが、ザム神官が死んでしまった今、誰も伝説の剣の封印を解くことはできないでしょう。へえ、ザム神官、あんたらもザム神官に会うためここまで来たのかい。はい。でもな、俺のじいさんが子供の時会ったことがあるって、50年以上昔の話だな。その時すでにザム神官はかなりの年だったみたいだから、さすがにもう生きちゃいねえよ。まだ死んだとは限らないんだ。あんたらも来るのが50年ほど遅かったな。あはははは。まあ一応止まっとくか。うん、そしたらこの小屋の上行ってみようぜ。っていうか、ここなんもないよな。うん。ちょっと待ってね。上でいいのかな？右だな。キングスライム、とうとう出たか。やべえ。やべえな。オッケーオッケー。混乱ひでえわ。おっと、雪国になってきたぜ。死んでる。返事がない。冷たく凍っているようだ。暖を取り忘れたのか。うわ、カチカチじゃねえかお前。ああ、あ、地下室で。この町のありさまは一体どうしたことなのだ。仕方なくこうして断りもなく勝手に泊まらせてもらっているが、お主らも泊まっていくか。宿代の24ゴールドはわしが預かっておこう。お前今はいいですよ。なら上行ける？あ、行けるな。よし。いやー、こりゃどうすりゃいいんだろう。手がかりあんのかな。どうすりゃいいんだ。毛皮のフード。まあね、こうかっこいいくなるのをもうちょっとずつ見極めていきたい。かっこよさこれ下がるんだね。何？ヘアバンドよりもかっこよさ上がるんだ。まあしかも守備力上がるからこう装備させとけ。よし。うん、もうあそこなんで開いてるんだろう。なんか不思議。うん。ふう。どうすりゃいいんだろう。ここも地下あるぞ。ああ、じいさん。あんたら、この村に何の用だね。ご覧の通り、わし以外の村人は、皆凍りついてしまっとる。こんな老いぼれに用はないじゃろう。さっさと立ち去るがええ。あんた、神父じゃないだろうな。ちょっと今勘がピクッときたけど、うん、どうすりゃいいんだろう。じゃああいつ24ゴールド出して止まればいいのかな。あ、メタルミッケ、何もできんぞ。おいお前さんたち、はい、何を探してるのか知らんが、この村の北東にある祠へは絶対に近づいちゃならんぞ。北東ですか。わかりました。絶対にな。もう絶望したんですね、そこで。あ、じゃあ私がまたブチ切れるということですね。わかりました。北東ですね。ああ、あれか。どっちだろう。北東どっちの洞窟だろう。トロルです。俺いつぞやかなんかこのトロルちっちゃいな11のトロルと全然違うね。11のトロルなんか迫力あったもんな。まあいつぞやかまあ多分魔法の都市かな。あ、すげえ武器強いのいっぱいある、装備整えなくちゃって言ってたけど整えてないからねまだ弱ったもんです。こっちも北東、あっちも北東だよね。続いてんのかな。あららこれまた俺の知略がバレるっちゅうこと。こうだよ。あららこうか。あらら、あ、こうだ。オッケー。あら、ずいぶん久しぶりのお客様ですこと。私が誰かもわからずにやってきたようね向こう水な旅人よ、南西の村のゴランという若者に私のことを聞いてごらん。はい、きっと教えてくれるでしょうよいや、多分あの人がそうしたらゴランなのか。さりげなく貴様滑ってるけど、ゴランという若者に聞いてごらん。うん、貴様、ちょっと帰り方を教えてくれませんか。ちょっと帰り方を教えてください。まあ、ゴランという若者にって若者って言ってたけど、密かにじいさんがゴランということなのかな。ああ、これ違うね。やっぱじいさんか。当時若者だったんだ。手がかりなしか。仕方ない。他は当たるしかないようだな。あ、すいません。おっと失礼。急いでるもんでね。よいでくれ。はい、すいません。ああ、すいません。あなたゴランですか。なんじゃ。お前さんたち、もうわしには何の用もないはずじゃろう。ん？ゴランに聞いてごらんだと？何？若者は誰かじゃと？あはは、笑わせるわいい。ゴランが若者だったのは、もう50年も前のこと。この老いぼれがごらんじゃ。見てごらん。はい。あー、合っていましたね。第二の勘が炸裂しました。お前さんたち、わしがあれほど行くなと言ったのに、北東の祠へ行ったんじゃな。まったく若いというのは無茶なもんよ。やるなと言えばやる。やれと言えばやらぬ。なんというこっちゃ、お前。ええか？お前さんたちもう二度と北東の祠には近づくな。わしのような思いをしたくなかったらな。ああ、北東ですね。わかりました。っていうかさっきのテリーだよな。そろそろテリーも加わるのか。皆さんにテリー初めて見せたかも。1回目ね、収録ミスかなんかわかんなかったけど、俺が勝手にレベル上げしてた時に、あいつが質にかづいてきたのかちょっと忘れたけど、お見せできなかったんだよな。ちょっと待ってね。こう行って、どう行くんだっけ？あ、こうか。やっぱりまた来ましたね。ゴランから私のことを聞いたでしょ？え？ゴランは若者ではなく、老人に？そうでしたね。人間は私と違って年を取るのですもの。私としたことがうっかりしていました。まあそんなことは私にはどうでもよいこと。さあごらんに聞いてきたなら言ってごらんなさい。私の本当の姿を。いや、それ聞いてないっす。どうしたのですさあ私の本当の姿を。言ってごらんなさいさあ。しかしピカには答えられなかった。まさか、これだけの尋問にも屈せず、本当に知らないというのかい？いいえ、やっぱりゴランに聞いたのですね。ならば言ってごらんなさい、てめえ。はい。はい、はい、すみません。はい。はいです、はい。そう、ではあの男、ゴランはあなたたちに私のことを言わなかったのね。思えば、あれから50年、ゴランも十分反省したよね。いいわ。あの村にかけた呪いを解いてあげましょう。え？なんなのあんた。え？氷の魔女みたいな。私は、雪女のユリナ。この地方の自然を守っているわ。私と出会ったことを他人に漏らしてはいけない。その約束をゴランは破っちまったの。雪山で倒れていたのを助けてあげたというのに。でもその償いは十分に果たしてくれたようね。もういいでしょう。さあ、吹雪よ。冷たい棺より皆の魂を解き放て。これで町の人たちは元に戻ったわ。もっとも彼らにはもう50年の時が過ぎたなんてわからないでしょうね。ただ一人の男を除いてね。何？笑い方が気持ち悪い？なめるな。さあ、もうここに用はないはずよ、あなた。何を言ってるの？早くお行きなさい。それとあなたたちにも私のことを喋っちゃいけないわ。あなたたちもよ。いいわね。くっ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 く。笑い方が難しいな。今度は本当に回答しないからね、あなたたち。行きなさい。はい、すいません。ああ、ねえ。ああいうのはどういうふうに笑えばいいんでしょうかね。クッ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 クってそのまま言うからいけねえのか。おい、これどうやって行くんだい。ループなってるんやけど。あらー。こっちかな？こうか。おっと、呪いは解けたようじゃ。ここはマウントスノーの村だよ。一年中雪が積もってて、雪に年中マウントされてるの。綺麗なところさ。おお、そっか。あんまりマウントされたら死んじゃうよ。私何をしようとしてたんだっけ？ああ、思い出した。井戸へ水を汲みに行くんだったわ。そうよ、そう。井戸へ水？水ねえよ。井戸になんかあんのかな？うん。井戸か。まあ、忘れんうちに。あんたら、雪女ってやつの話を聞いたことあるかい？いや、ありませんよ。俺のお袋に聞いた伝説によると、雪女を見たものは氷漬けにされちまうって話だ。あんたも気をつけな。ところで、いや、おめえ今まで氷漬けになったんだよ。ウォーハンマー。おー、ウォーって言ってるけど。言っちゃうよな、これね。違う意味でウォーハンマーだよな。何がおかしいんですか？ん？ピカ君。ここウォーハンマーだけじゃないか。うん、4ぐらいじゃちょっと俺の心は動かんよ。俺の財布はそう簡単には開かないんだよ。ああ、これ鼻詰まってるね、これね。ばあちゃん、大丈夫か？井戸。おー。ああ、水汲みっと。ああ、ちょっと入らせてください。いや、水ないけど。どういうわけか突然皆が氷から溶けたのだ。そこまではよかったが、宿屋の女将が私を見つけて、あんた誰よって、ほんと、キャメルクラッチからパイルドライバーよ。追い出されちまったんだよ。ちゃんと宿代は置いていったのに。ああ、そりゃそうなりますよ。そうなるって。あれ？隣で一緒に飲んでたゴランはどこ行ったんだよ、あいつ。本当によ、またタッションか？タッション弁の地球やっちゃ。ああ、飲んでたんだ。変だな。確か2人で飲んでたらゴランが雪女がどうとか言い出してよ。そしたら急にドアがバターンと開いて雪が吹き込んできて、すっごく寒くなって、その後、あれ？その後は覚えてねえな。まあ、いっか。飲んで忘れてください。いや、でもゴラン戻らないのかな。かわいそうやな。ここじゃ子供でも酒を飲むんだ。体を温めるためにさ、適量っていうやつだ。あんたも飲むかい？体を温める？なんかあるのかな？あ、飲みます。ほらよ。ぐいっといきなよ。ポカポカしてきた。いい飲みっぷりだな。俺のおごりにしとくぜ。ありがとうございます。体がポカポカするでちゅう。ポカリセットよりもポカポカする。でも変でちゅう。さっきまでそこにいたゴラン兄ちゃんがいないでちゅう。うん。あんた誰？銀行？あ、宿屋。あ、宿屋か。ああ、なるほど。いや、今いいよ。そしたら、宿屋は OK と。まあ、ゴランにもね、話してこないとね。シューなんだか冷えたな。あら変ね。たった今作ったばかりのシチューが冷めちゃってる。あれあ、そうだ、お散歩に行くんだっけ。さあおいで。ワンワン。おー、いってらっしゃい。これ見たか。お散歩ってあんたうちの周り走ってるだけじゃねえかな。俺も走らせてくれよ。面白いお散歩やな。あー君ふっとしたらなんだか長い間寝ていたような気がしてね。おーい。はあ、気持ち良いでしょうね。一体これはどうしたことか。いえ、実は私は高名な賢者であるザム神官の噂を聞いてきたのですが、ザム神官といえばかなりのご老人で、もうとっくにお亡くなりのはず。せめてお墓にでも参ることができればと思っていたところ、なんとおいでじゃないですか。いや、驚きましたって。どこに。さすが高名な賢者殿、並の人間とは比べ物にならない生命力ですな。こいつか。確かにわしはザムというものじゃが、一体何の用だね。何？伝説の剣じゃと？お、知っているとも。その剣を語らせたら、あんたもう一晩中飲み明かせるっちゅうもんよ。この村から北の氷に覆われた洞窟に眠る。しかし封印の扉がその入り口を閉ざしておるのじゃ。封印を解くにはある言葉を扉の前で唱えなくてはならぬ。開けごまではないぞ貴様。はい。ちなみにわしはその言葉を知っておるが、教えてほしいか。んはい、よろしい。そこまで言うのなら、いや、一回までしか言ってないです。お前たちには特別にタダで教えてしんぜよう。お前本物。本物ですかお前。なんか酔っ払いのおっさんにしか見えんけど。封印を解く言葉は初めの合言葉と3つの文章からなっておる。ちょっと待ってくれ。もう一回、封印を解く言葉は初めの合言葉と3つの文章。はい。まずはじめの合言葉はメラサム。これで封印の扉が目覚める。そしてここからが大事じゃ。心して覚えるようにな。メモの用意はいいか。はい、ちょっと待ってください。メラサム。はい。ポチ。まず一つ目の文章はな、自分は正直者だというようなことだったか。何言ってんのお前。ちょっと待って、自分は正直者。自分はお前、これ、俺意味わからんぞ正直者。ピンとくことあっかな。で、二つ目は、力持ちの姫が樽を持ち上げて、点々点。はあ、その点々点をなんか、言えばいいのかな？ちょっと待って、力持ち。はい。そして最後の3つ目は、氷を食べるときは寒くて鼻や痰が出てくる。汚ねえななんちゅう合言葉やお前。氷を食べるとき。オッケー。うむ。これだけ教えれば封印は解けたも同然。氷のごとくな。暖炉の前の氷のごとく解けたも同然じゃ。はい。剣はこの村から北の氷に覆われた洞窟に眠る。心してゆくがよい。おっと言い忘れたが、もし剣を手に入れたらわしに報告しに戻ってくるようにな。それが礼儀というもんじゃぞ。わかりました。じゃあちょっと行ってみっか。他喋ったかな？話したかな？話してねえな。おかしいな。ここにはゴランっていう男が住んでいたはずなんだが。どこ行っちゃったんだろう。それに下にいるじいさんは誰なんだろう。あはは。ゴランさん。お前たち、ユリナと会ったんじゃな？はい。答えちゃいかん。わしと同じ目に遭うぞ。お前たちはもうこのゴランのことを知っておるじゃろうな。ユリナはわしを許してくれたんじゃろうか。いや、もうそんなことはどうでもよくなってしまったわ。あの日わしは友人と酒を飲んでおった。そしてつい雪女ユリナのことをポロッと漏らしてしもうた。あんなに固く口止めされていたのに、ユリナは怒り、ブチギレ、この町のものを氷漬けにしてしまった。わし一人を除いて、あれから50年、わしはたった一人。長かったなあ、旅の人よ。若い頃の過ちは誰にもあるものだと言われておろう。だからこそ恐れずに信じた道を進むべきじゃと。そして人は成長すると。ならばわしの犯した過ちもわしの人生にとって意味のあることだったのじゃろうか。まあそうでしょう。それを意味あるものにするかしないかはあなた自身ですよ、ゴランさん。わしにはよくわからん。50年の月日はあまりにも長すぎた。そうですね。わかりました。うん。ならばちょっと封印解けるかやってみよっかがわからんような気がするな。これどこ？あ、ここか。扉は固く閉ざされている。ザム神官に教わった合言葉を唱えてみますか。はい。メラサム。なんと扉が目を覚ました。我は汝の道を塞ぐ者なり、汝の道切り開きたくば定められし言葉を我に伝えよ。初めの言葉はいかに。我正しき心を持つ者なり、時は来たれり、今でしょう。はい。すべては伝説のままに。正しき心を持つ者なり、正直者。うん、これやな、一番です。一番。次なる言葉はいかに。古の姫の美しさを、我と共に戦わん、力姫たる刃を。力姫力持ち姫のたるを持ち上げる。あ、姫たるね。まあ、3番だろう。力、姫だよね。うん、しぶといやつ、最後の言葉はいかに。今ここに示すべし氷の淵より解き放たん、我が命の灯火に。3番目は、痰が出たり、鼻水が出たり、うんこが出たり、氷を食べるとき、寒くて鼻や痰が出る。氷を食べるとき、淵より解き、あ、縁、まあ、口より、鼻と痰ね。2番だな。うん。汚ねえな。うん。今、ここに、うん、まあ、鼻と痰があるから2番ですね。うん。汝の言葉をここに示さん。我正しき心を持つ者なり、力秘めたる刃を氷の淵より解き放たん。汝の言葉正しき者なり、我封印をここに解かん。はい。汝の道は開かれた、汝の道を進むがよし。はい。すいません。どう進むんですか、これ。あそこか。あ、こうだな。大丈夫ですか。あ、待て、呪文ピカ、インパス。青色。メダル。うわ、敵出るのか。フロストギズモ。よし。いや、これちょっと時間かかんのかな、また。黄色、お金か。朝帰りなめまくり回しの特技を覚えた。これそしたら一気にいかんといかんのだよな、多分ね。 OK、 そういう感じか。おっと、扉を開くべき旅人よ、北西東南へと氷を引き裂く稲妻をたどれ。北西東南、ちょっと待って、北西、あーっと待てよ。まあ氷割れて落ちないように北、何、まあ上左右下か、順にボタン押せっちゅうことか。上左右、まあ上左右下やな。上でも、ああでも扉入れんようなんのかな、そしたらね。ここ一回、まあやってみるよ。まあまあまあ、これで開いたろ。これでこっちから行けばいいんだな。よし、 OK、 よし。おっと、こりゃいいタイミングだったな。ちょっと失礼。じゃ、失礼じゃねえよ。俺だよ。失礼なやっちゃな。おいおい。これがあの伝説のラミアスの剣か。しかしこれなら、今俺が使っている雷鳴の剣の方がよっぽどマシに思えるが。いや。伝説なんて所詮こんなものなのかもしれないな。こんなところまでやってきてとんだ無駄足だったというわけか。邪魔してすまなかった。この件はあんたたちのもんだ。あっそう、あれお前と戦闘なるんじゃねえの。余計なお世話かもしれないが一言言っておくよ。魔王は強いぜ。あんたたち、そんな剣に頼っているようじゃ、まだまだってことだ。俺の名はテリー。世界中を回って剣の修行をしているものだ。あんたたちの命が無事だったら、また会う時もあるかもな。あばよ。あばよ。ああ、もらいましょう。錆びた剣に。オッケー。これで、この錆びた剣を、神父さんに持っていけばいいんだな。オッケー。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。